スタンドレディーです。もう本当に、まあ、最初来た時はもっと、まあ、どんなことだと失礼かもしれないですけど、もっと軽々勝てると思ったんですけど、もう本当に苦戦して、まあ、でも本当にいい経験ができてですね、まあ、シフトを結構ぶれてたんで、そのシフトの勉強、数の読み方、タクティクスの勉強になったんで本当に良かったと思います。そうですね、この後にオーストラリアに2ヶ月ほど行こうと思ってるんで、まあそこで、そうですね、まあ、日本人、まあ、として本当に一番いい成績を残してこようとは思ってます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。It's very wonderful. The wind, we thought that it's going to be affected by the storm, but no storm. The storm has passed. So I'm sure everybody have a nice weekend, have a nice rest. Okay, enjoy, the sailor enjoy, everyone enjoy, and you have a very, give us a very best hospitality, very best hospitality I have ever had.まず一つは日本のレースが立て込んでるんでね、参加定数が若干寂しい。それから RSX なんていうのは全日本にもならなかったってことでちょっと残念なんですけども、ただレースの中身としては非常に充実したものになってるんじゃないだろうかな。それからジュリーなんかも非常にフレンドリーで、この前のそのバーベキューパーティーの前にね、全部集めて1時間ぐらい、メダルレースの注意事項とそれから42条の解説なんかをしてくれる。そういう意味では内容は非常に濃かったんじゃないだろうかなと思ってます。来年以降はもうちょっと日程の調整をしてね、みんなが参加しやすい時期、まあでも10月しか無理なんですよね。10月の時期でできるだけ他のレガッタと重ならないように、あるいはその今回も国体が終わってすぐだったんで、みんな非常に大変だったんだよ。その辺を調整してやるのが一つと、来年からはユースの選手も後半3日間の金土日とかね、そういうところではアンダー19の選手たちも参加できるような仕組みを作っていきたいなと思ってるんですよ。和歌山入る前からこういう風になるってことはまあ予想してたんですけど、自分が思ってた以上になんていうか、このコンディションに合わせて、まあ、ボートスピードも含めてコース取りタクティクス含めて合わせることができなかったなっていうか、まだまだ自分のが未熟だなっていうことを感じさせられた4日間でした。そうですね、原田も言った通り自分たちの弱点が結構露呈してしまった大会じゃないかなと思います。で来週末、今週末にオリンピックウィークがあるので、それまでにきっちりその弱点を克服できるように練習して、で次も勝てるように頑張っていきます。
来年も今年同様、また3月からヨーロッパの大会始まるんで、それに転戦しながら、ISAFのランキングを、また今12位なんですけど、それから徐々にシングルで、まあ、5位以内ぐらいを目指していきたいなと思ってます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。